恵比寿のロンプという美容室の代表をしております藤巻義人と申します。店長させていただいてます悟です。スタイリストの大谷琴太と申します。アシスタントの本久翔と申します。僕がまず一番、作りたかったのは、パブリックでもプロフェッショナルでも通用する美容師を育てるっていうふうに考えて、作りました。上質な技術を提供するっていうところも第一にモットーとしてやっておりますので、一過性の流行を追いすぎるのではなく、末永くお客様に通っていただけるように、いつの時代でもどんな世代の方でも長くお付き合いできるような技術をみんな、携えてサロンワークを日々しているのも強みかなと思います。最終たどり着くとことして、美容師と、ファッションをかけてじゃないですけど、最終は洋服ちょっと作りながら、美容師もやるみたいな、半々ぐらいの割合でいけたらいいなと思ってるんですけど、そのために今やることとして、SNS がやっぱり重要になってくると思うので、この仕事やる上で、安定した一定の売り上げを作りながらも、どれだけの人に自分を知ってもらえるかじゃないですけど、紙だけだとちょっとどうしても硬くなっちゃうので、たどり着くとことしては、両方掛け合わせるために今、段階としては、自分を恥ずかしくないぐらいの美容師としていけるように、今作ってる段階ですかね。 SNS でどれだけ自分の色を出せるかっていうのを今模索しながらやっているんですけど、その中でも、一般の方から見ても可愛いスタイルで、美容師の人から見ても可愛いと思えるスタイルを打ち出せるように、自分の中で、そういうイメージをしながら作品撮りを行っていて、流行を作り出せる側になるように意識しながらっていうのを今はしていることっていう感じです。今魅力ではあるんですけど、その個人的にサロンワーク外で撮影はしているので、美容師だけじゃなくて、そのファッションだったりとか音楽だったり、映画だったり、いろんなカルチャーがあると思うんですけど、なんかそのカルチャーっていうのを自分のその軸として大事に持っておきながら、こう無駄を楽しみながら、なんか美容師やっていけたらなっていうのを考えて、まだまだなんですけど、それを今後もっと強みとして出せていけたらなと思いながら、ブランディング作りに励んでます。あとホームページとかもご覧いただけたら嬉しいんですけど、恵比寿っていう立地で一見こうちょっと大人めのサロンが多かったり、大人めのお客さんが多い中、遊び心のあるデザインに今ホームページをしていたりとかして、10人見て10人がそれなりにいいと思うデザインっていうよりは、嫌な気持ちする人はもちろんいない方がいいんですけど、何人かにめちゃくちゃ刺さるデザインみたいな、印象に残るデザインみたいなのを、サロンの全体のビジュアルとして作っていくっていうのを心がけてやっています。プラスアルファみたいなものをなるべくこうお伝えするようにして、また任せてもらえるようなこう関係性を作っていきたいなと思っているのが、普段常に意識してやっていることです。僕が美容師始めて、すぐ先輩に言われた言葉で、スタイリストになったら絶対心がけようと思った言葉があるんですけど、お客さんが次来た時に、来たいと思えるっていうのは当たり前なんですけど、楽しみに来ようって思える何かを最後作るじゃないですけど、例えるとドラマの話とかしたりしてて、次最後帰る時とかに、そのドラマ次どうなったか教えてくださいとか、向こうが何か楽しみにこれを話しに行きたいとか、そう思ってもらえる何かを施術中とかに残しておくじゃないですけど、そこを心がけて僕はやってます。僕もアシスタントかもしれないけど、そのヘアとあとロンプっていう美容室を通して、そのお客様のライフスタイルに、ライフスタイルのそのお手伝いをさせていただいてるっていう自覚をちゃんと持ちながら、しっかりプロ意識を持ってやってあげると、自然とこう、あ、
次もこの人にちょっとシャンプーしてもらおうかなとか、ちょっと次もこの人になんかあのカラーのヘルプ入ってほしいなとかっていう風にお客様の満足度って自然と上がるかなと思いながらサロンワークをしてます。意外といいこと言うね、うん、やっぱりスピードっていうのは僕自身も常に意識してますし、スタッフに対しても、そこに関して要求することは結構あります。あとはまあさっきも落としたからもちょっと話出ましたけど、そのお客様に対しての接し方、それはそのサロンがどんなに例えばカジュアルだったり、サロンのビジュアルがカジュアルだったり、我々のファッション身だしなみがカジュアルでも、やっぱその発する言葉とか接し方っていうところは接客としての、言葉の選び方だったり喋るトーンだったりっていうのはすごく大切なところだと思うので、そこに関しても、スタッフに対しては積極的に教育をしていっている部分ではあります。自分でお店ももちろん持ちたいと思ってるんですけど、そのまあお店の雰囲気もまあ僕の中でもほぼほぼ決まってて、こういうなんか絵を置いたりとかもあると思うんですけど、こういうの置いてこういう場所でやってっていうのも決まってて、まあ、常にその、まあ、出来上がってる手なんですけど、まあ洋服も作ってずっとお店にまあポップアップじゃないですけどずっと置いてあるみたいな感じで置いておきながら、まあ自分の好きな雰囲気でやるっていうのがあって、まあその自分で洋服作るっていうのもあるんですけど、それで洋服作った上で自分のそのお店のブランディングとかってあるじゃないですか、その撮影とかの時も自分の作ったやつを着せて自分がヘアをして、で自分のやりたいスタイルを作るっていうのを最終的にはやりたいので、将来的にはそういう感じですかね。そういうお店持てったらいいなと思って、あのとにかくファッションとあと音楽、まあ、映画、そのカルチャー的なところがすっごい大好きなんですね。ヘアもファッションも音楽も全部一緒だし、で僕にとってそのヘアとかファッションとかって究極言っちゃえば無駄なんで、その僕たちはその無駄なものに対して別にみんな同じ頭でもいいし同じ服でもいいし聴く音楽も同じでもいいのに、まあ揃ってこう差別化したがるわけじゃないですか。俺はこういう音楽が好きでこういう部屋が好き で私はこういうファッションが好きで、それこそコドドさんだったら、パーマが好きで、サトルさんだったら今ボブで売っていってっていう、こういろんなスタイルがあると思うんですよね。だからそれって結局そこに対して無駄なものに対してお金と時間を投資してるってことは、僕たちは無駄を楽しんでる側の人間なんで、無駄を楽しみながら今やってるそのサロン外でのスタイル撮影だったりとかっていうのをこう唯一無二の自己表現、堅苦しいですけど唯一無二の自己表現っていうのを今後はどん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 発信しつつ、サロンワークのも大事にしつつっていう二面性でまずはやっていきたいなっていうふうに思います。まあ、サロンワークだけじゃなくてその撮影だったりとか、まあ、コンテストだったりとか、女性美容師としてこうできるんだぞじゃないですけど、しっかりやりきれる女性美容師の第一人者も、まあ、もういっぱいいるんでちょっとそこまではいかないんですけど、そういう風に名を残せるようにっていうのが私の中では作っていきたい未来だなっていう感じです。僕ミンクスっていうサロンでずっとやっていて、その時に恩師というか育てていただいた岡村さんっていう、まあ、ミンクスの社長がいらっしゃるんですけど、岡村さんと独立した時にそのお話しした時に、いつか業界誌で共演しようっていうような言葉をいただいて、まあ、美容師として僕が一番尊敬している方なので、まあ、デザインで同じ紙面で業界誌で共演を岡村さんとするっていうのが僕のまあデザイナーとしての今の夢というか、まあ目標として、まああの経営だけとかサロンワークだけにならずに、デザインの発信はやっていこうと思って、まあ今もやっているっていう最中です。